今天至少把16-5打完了，16-6留给下次。五回合解救艾米莉无人阵亡，人目につかぬようにランフォードを殺そうと思ったのだが、こうなったら力ずくで殺してやる。梦四的单线剧情关卡最多好像也才26。これならばこの女も手出しできまい。いいな、お前たち。看这边又不会讲话，又追哇！前面魔物不会讲话，这边魔物不会讲话。そろそろ奴が来る頃だ。抜かるなよ。くそ、ここまで追い詰められるとは。乌拉队长。覚悟しろ。小娘が舐めるなよ。勝負。他这个。即便跟打枪兵打，而且这时候带故意带香客的，对吧？这都带香客打血帮啊，这个布拉队长就是就被剿灭的份而已啊！哇，奇怪，これまでか。大丈夫かい？啊！とにかく応急手当てしよう。枪兵打骑兵还会受伤，真是。我靠！埋伏？哪里？我们几度被射，两个受伤。啊！大丈夫か？我那不是真挂掉了。大丈夫だよ、セレナ将軍。危険な真似はやめてください。提督の身にもしものことがあったらどうなさるのですか。すまない、危ないと思ったら体が勝手に動いてしまったね。すまない。申し訳ありません、提督。謝らなければならないのは私の方です。もしあそこで矢を受けていたら、私の命はありませんでした。枪毙也不容易被官兵接受死。今度からはあのような無理をなさらないでください。提督の剣の腕は子供同然なのですか。直接直接被羞辱了。生きていられたのが奇跡だよ。直接被ただ被看不起私に無理をさせたくなかったら。小孩子剑法的無理は控えてほしい。睡觉了大家晚安。晚安拜拜。また勝手に体が動くかもしれないからね。提督。さあ、これでこの辺りのギザロフ兵は追い払った。ランディウスたちの進軍も楽になるだろう。残るはギザロフだけ。奴を倒せば。この戦争も終わりますね。多くの人たちのためにも早くこの戦争を終わらせよう。エミリーは魔物どもに追われている。陷阱待っているエミリー、今助ける。助ける？誰が誰を助けるというのだ。エミリー、え、問他还反的。問他是反的。それよりも自分の心配をしたらどうだ。ランフォード様、魔物が。怎么这么无关卡？これは
ランフォードと魔族が戦っている。あれ、この匂いどっかで。どうした、ディステル。思い出した。控制人的。この匂い、あのブルーノってやつからしていた魔族の匂いだ。所以他有一个魔族一起行动也是不错的。なんとかっていう魔物。盖拉斯。グラーズだよ。あの女からそいつの匂いがしてるんだよ。ということは、あの女性は魔物に体を操られているということになりますわね。ダンフォードは自分の副官が魔物に操られていることを知っているのか。とにかくギザロフの手の者を放っておけない。ランフォードよりも魔物を狙うぞ。ランフォードと一緒に魔族を攻撃するぞ。魔族 会出現吗？因为魔族军其实才就出現，可是我要救艾米莉五回合，那冲很快，而且这些隐藏宝箱在哪里啊？隐藏宝箱在这里，因为我有一个人要往这边走，说有人要往上面冲，那就纳姆往前面拿好了，其他的人往上面打。我还有个兰迪乌斯友军，这边找脚快的好了，脚快的人上。しかし、どうやってグラーズを彼女から引き離せばいいんだ？打倒他。あの聖剣ならば大丈夫ではないでしょうか？哦，我有用兰迪乌斯去打他吧。なるほどね。確かにあれならグラーズを引き離せるかもね。兄上，ラングリッサーはお持ちか？那只能用控血量给他打。あ、今もこの手にある。それじゃ、頼むわよランディウス。私たちが彼女までの道を確保するわ。任せておけ。行くぜ。真的要让你。わかりました。行くぜ。そ。よし。勝負をつける時が来たな。そ。了解。そ。行动スタート。一路莽过去。戦いはまだ終わっていない。油断するな。もう私の番？まだ終わらないよ。莽过去。行动スタート。覚悟しなさい。南方特军感觉要冒一点一点怪就好了。邪魔者が来たな。二手に分かれるぞ。お前らは加工室軍を食い止めてこい。私はランフォードを殺す。他不会往南方特军跑吧？お任せあれ。这样我难追呢。这第一拳勇气可嘉，毅然决然就往枪兵直接冲过去，深感佩钦佩。哇，死亡道标，麻烦。行くぜ！艾米莉是被洗脑哦，被控制。準備完了。被控制。覚悟しなさい。这个準備完了。里面人是被控制的。
よし。そうだ。効いてきた。よし、準備完了です。刚刚回来。よし。正面突破。はい。戦いはまだ終わっていない。油断するな。就是很辛苦。はい。倒标麻烦。干，南方特丢朝枪，南方特朝枪直接贴着头是怎样？那 NPC 是好笑啊！这个又是逆属性要打、啊。ランフォードの命運もこれまでだ。显然那个飞兵没有直接打我的纳姆，他这样哇守得很死。礼を言おう、ランディウス。よくエミリーを助けてくれた。ギザロフの所業が許せないから。それに、奴は俺の妹をさらった。俺はレイチェルを助けなければいけないんだ。確か。初めて会った時も、同じようなことを言っていたな。ああ、覚えていていただけたか。あの時、将軍が我々をかくまってくれなければ、ここまで来ることはできなかった。思えばあの頃から我が連邦も奴の手玉に取られていたわけだ。許せぬぞ、ギザロフ。とにかく今はここを何とかしよう。ああ、よし、準備完了。行くぜ。準備完了です。よし、みんな、お、行くぜ。みんな、もっと頑張れ。そうだ。戦いはまだ終わっていない。私の番？まだ終わらないよ。はい。やる気出てきたわ。はい。快到喽。私の動きを見切れるかな？ラバフ情绪正在乱的。越战越勇，这死亡道标好烦哦。这种没有用远距离回血，真的很难救。暗号，行くぜ！みんな、もっと頑張れ！
行くぜ。上弦吗？我能到吗？準備完了です。準備完了。了解。万多哎，怎么可能打得死？我自己上剑戟给艾米丽也打不死啊！おっと頑張れ。お前、なんだこの光の圧力。对，这样就不用浪费力量，又舒服。このままでは、しまった！影から弾き出されたか？エミリー。一体その剣は何だ？なぜそんな剣がこの世界に？この剣はラングリッサー、お前たちを封じる光の聖剣だ。これは一体、見ての通り、彼女はあの魔物に操られていたんだ。魔毒操控。申し訳ありません、ランフォード様。私が至らぬばかりにご迷惑を。その魔物はギザロフに命じられ、最初に乗り移り、フレデリック王子を殺害したのです。その直後私は自由を奪われ。そうか。そういうことだったのか。すべてはギザロフの。ギザロフは魔物を操り、この世界を手に入れようとしている。連邦とカコンシスとの戦いもそのためのもの。すべてはギザロフの計画だ。この戦いもすべてギザロフに仕組まれたものだったんだ。王子都被干掉了。奴一人のせいで多くの人が死んだ。难怪罗德希尔继承王位。我也被干掉了。フレデリック王子も、リバース・ゲッスイも、バルクも、ギザロフめ、絶対に許さん！ランデュース！今から私もギザロフを倒すために協力するぞ！何をごちゃごちゃ言っている！貴様らなど、このグラーズ様の敵ではないわ！行くぜ！準備完了です。わかりました。様になってないわね！わかりました。行くぜ！準備完了です。行動スタート。没打了。行くぜ！勝負をつける時が来たな！了解。さあ、決着をつけよう。了解。剩掉五分多。もう私の番？まだ終わらないよ。救起来。
準備完了。救不起来。覚悟しなさい。云雪的狼班课是没用。干嘛？这两个枪兵互相取暖呢？よし！正面突破！そうだ！先说我没玩过，所以不会有剧透的可能发生。できた！わかりました。行動スタート。準備完了です。戦いはまだ終わっていない。油断するな。你不打哎、欸！行くぜ！哎，脱台前是怎样？準備完了。準備完了。覚悟しなさい。行動スタート。哎、欸，这个家伙脱台前。这好像是命运之神的。对啊，是那个、啊、那个什么邪神昆拉希德 的那个阵营的、啊。行くぜ！わかりました。やる気出てきたわ。枪兵特性。所以这跟乔斯好像又是同阵营。戦いはまだ終わっていない。另外一派，邪神派啊。他是另外一派的啊。反正跟枪兵。どうやら魔物を一掃できたようだな。真的很白目。大丈夫か、エミリー。猪头神。はい。しかし、私のせいで。ランフォード様が危険な目に。申し訳ございません。無事でよかった。それよりも、我々はギザロフを倒すために先へ進まねばなりません。先ほど言ったように。私も協力しよう。怎么这些魔神、妖神都是一群智障？ギザロフを倒さぬ限り、就是この国に平和は戻らぬ。魔族之智力低迷，设定就是这样啊。エミリー、お前は疲れているだろうが、他の部下たちを頼む。お任せください。お気をつけてください、ランフォード様。そして、弟をよろしくお願いします。有谁知道五代的蓝方特是守护哪一边的王族？五代的蓝方特不是他没有他要守王族吗？エミリー、お前気づいて。他明明知道是他弟弟。はい、アンジェリナ姫から話を聞いてはっきりしました。彼が私の生き別れの弟だと。ちょっと待ってくれ。俺には何のことか。何故事？还送我？あなたが
俺の姉さんだって。姉さんだぜ。そうよ、ランディウス。大家都知道，就ランディウス本身不知道。洪水で全滅したあのレクリオ村。我是说雷根布鲁克的下一个继承者是谁？弟がいた。就是那个罗德希尔公主啊。まだ赤ちゃんだったから。没有没有啊，剧情演他活了150年。あなたがアンジェリナ姫に預けたペンダントと私が父からもらったペンダントは同じ形。これは父と母が結婚した時に記念に作ったものだと父が言っていたわ。兄弟が仲良く暮らせる世界のためにもギザロフを倒さねばな。よし行こうみんな。ギザロフを倒すために。いないじゃないか。ギザロフは、奴は一体どこへ行ったんだ。那要跟安杰丽娜拿回项链吗？应该不会啊，不会。那就送人家拿回来，那不就太糟糕了。あの森の外れのあそこか。私が集めた情報によると、奴はこの国の至るところに秘密の研究所を持っている。到处都有那种这么多。だが、規模の大きなものとなると一つしかない。吉扎罗夫专门在研究的，到处都有那种。では、そこに姉上も。おそらく。でしたら。早くレイチェルちゃんを助けに行きましょう。救出レイシェル。拯救レイシェル大作戦。そしてギザロフの野望を潰さないとね。ギザロフの野望。早速その研究所へ案内してくれ。よし、すぐに出発しよう。出発しよう。賢者の水晶がなくなっている。そしてクルーガーの姿も見えん。奴らめ、わしに盾つくつもりか。だが今頃連中が来たところでわしの研究はすでに完成している。我可以说林下社人观感吗？剧情面感觉不如三代。所以说他后面就是古代魔王運命の遺産。友人魔導巨兵他就是没有那么好，后面才会越卖越差，梦真的游戏才倒掉啊。他后面就是有点。但是问题从来不是剧情面 ，F 不是因为他这个其实后面就是越走越偏，就变原本是剑与魔法，后面变成科学科幻的啊。久しぶりだな、ギザロフ。后面就变成太科幻了、啊。邪神ゲンドラシル。貴様、どうやって実体化した？アルハザードの力を利用して、貴様の息子、いや、貴様の複製を使わせてもらった。おつり？もともと人並み以上の魔力キャパシティを持っていたお前の体だ。我が肉体とするには、もってこいだったのだ。但基本上有点惨烈，系统大改，画面也不算好。走科技后，剧情越来越薄弱。啊，就已经完全偏离原本的方向了。お前は節の執着が強かったのでな、利用させてもらったぞ。だが、肉体を得た今。不过看起来四十九新路线就是。何者でもない。故に、我が力の最初の生贄になってもらおう。极品。やれるものならやってみろ。貴様から得た知識を応用して完成した魔導巨兵。用巨兵。
その力を貴様自身の体で味わうがいい。行け、魔導巨兵ガイフレーム。目標派对战。戦闘モード起動。有点好笑。こんなおもちゃごときで我にかなうと思うか。某种角度来说，也因为后面剧情这样，才会觉得这游戏怎么复活做成手游了。0.00.0。哇，这毛这么凶！其实差点被一下打爆啊！なんだと。この体でもダメだと言うのか。这个酷炫太弱了吧，一下就被打爆了。お前の力わしがもらったぞ。ねえ。目標沈黙。目標の破壊を確認。戦闘モードを解除します。これが負け。結構小安子不要打这个魔龙骑，因为反正魔骑兵的范围很广。エンドラシルは使いこなせなかったようだが、まあいい。いずれ時間をかけて研究してやる。あと少しで予備の体も完成するのだ。感觉尼加尔可以弄一个新 SKRN。弄个魔龙巨兵嘛，这很丑。这个很好笑。弄个魔龙巨兵真的很丑。もうすぐギザロフの野郎と対決するからか。確かに奴が俺の体を切り刻み。妹マリーを殺したと見て間違いない。他讲那个玛丽就是那个。だな。不是，我是说声音上面。一体何があったんだ。西格玛跟阿姆达姆达。くそ。这 skin 还是别弄，没人会买单。こんな苛立たしい思いをすることもなかったろうによ。あの女確かジェシカとか。よう、ジェシカさん。魔剣ってのは見つかったのかい？いいえ、まだ見つかってはいません。マクレーンさんでしたね。実は、あなたに用があって来たのです。俺に用だって？何かの間違いじゃねえのか？あの剣なら、大将が、いいえ、あなたにです、マクレーン。就在你身上这样。あなた、記憶に異常を感じたことがありませんか？话说马库雷很爱老杰西卡，就是这个理由吧？不知道。やはりそうなのですね。前にあなたを見かけたとき、頭部に不思議な魔力のわだかまりを感じたのです。そのわだかまりがあなたの記憶を封じているのです。それがどうにも気にかかって、おせっかいだったでしょうか。とんでもねえ。まさか、あんた記憶を取り戻す方法を知ってるのか。このままでは記憶が戻ることはないでしょう。ですが、私の術でその魔力のわだかまりを取り除けば戻るかもしれません。頼む。どんなに辛い記憶だったとしても、俺が生きてきた時間の証なんだ。もう一度俺に返してくれ。覚悟はできているようですね。では体を楽にしてください。我が母なるルシリスの慈悲。
この者の記憶を妨げる横島な魔力を拭い去らん。ラ・ピエス・メムリー、ラ・ディリト・メンティス。来不及了，你没了，剧情就做一半了。